日本が隣国ならよかったのに、日本の学生が踊る民族舞踊にセルビア人が大感激。今回ご紹介する映像は、東京外国語大学の舞踊サークルの皆さんが、セルビアの伝統的な民族舞踊、コロを踊る様子を収めたもの。コロは、グループで手をつないだり、腰紐や肩をつかみ、笛やアコーディオン、打楽器の2拍子の伴奏が流れる中、腰より、上をほとんど動かすことなく踊る演舞。撮影者さんによると、東日本大震災時のセルビアからの支援に対して、舞踊サークルの皆さんが感謝の気持ちを伝えるために、首都ベオグラードにある大学内で披露されたそうです。現在、セルビアでも、コロの伝統を引き継ぐ人は少なくなっているようで、それだけに、遠い異国の地の若者が踊っている姿は、セルビアの方々に大きな感動を与えたようでした。